よし、船に戻るぞ。プレスコットに死なれると厄介だ。こんな時までプレスコットの心配か。奴は親父さんの居場所を知ってるんだ。マジかよ、そりゃちょいと厄介な話だな。余力を残しておけよ。お前にはメッセージの復元をしてもらう。私は持ってないの。ドーム、手を貸してくれる？ここを支えててちょうだい。あまり聞き出せないかもしれない。肺が一つ潰れて胸に血が溜まってる。聞こえるか？聞こえている。軍曹、お前と話をする約束だったな。俺の親父はどこにいるんだ？デスク。アズラ、何のことか分かるとでも？いや、そこは研究施設だ。彼はそこで働いてた。クイーン・ミラに先日捕まったが。何？アズラはどこなんだ？マーカス、ダメよ。暗号だ。あの野郎め、怒り狂うな。きっと あもう。お父様のメッセージには秘密がある。データリーダーを探さなきゃ。あの野郎って？ホフマン。あの野郎ってのはホフマンさ。全部吐き。なあ、ホフマンがベクタスでプレスコットから盗んだデータディスクを持ってるのさ。あいつに頼まれて暗号の解読を試したんだが、何のことだか皆目見当がつかねえ。
あれはアズラに関するデータで、俺はそのキーなんだろう。ホフマンのところに行って解析しよう。彼はアンビルゲートよ。ここからじゃ距離がありすぎるわ。話の途中で悪いが、お客さんが来たぜ。
んねえな。よし、移動しよう。復元できたのはこれだけだ。どうする気だ？ホフマンに会いに行くんだ。サム、アンビルゲート出身だったな、近道は。デッドランドを越えるのよ。楽じゃないけど、でもちゃんと案内できるわ。ルートを教えてくれればいい。サムとアーニアはカーマインやジェイスとここに残って救助の指示を出せ。マーカス、事態の収拾がついたら追いかけるわ。いい？だ、頼むぞ。さあ、ここから道のりは長いぞ。出発しよう。おい、飛行船だ。さっき撃ち落としたやつじゃねえか。火を消すか？修理もいるな。クソったれチャンパーどもめ、根こそぎパーツを荒らしていきやがる。パーツ荒らしってのは思ったほど楽じゃないんだな。おい、廃品の有効活用って言ってくれよ。無駄口叩けるのも俺のおかげだろ。行くぞ。ローカストの飛行船は他にもあるはずだ。あいつをいただく。追いかけろ。船を乗っ取ったら俺に任せろよ。多分なんとかできると思うぜ。期待してるぜ。おい、ケージは何だ？警告だろうよ。考えたな。飛行船が一番ぞ。遅かれ早かれ降りるはずだ。急げ、見失うなよ。気をつけろ、あそこで何か動いた。おい、こっちに来るぜ。散開していくぞ。近くにいるだろうぜ。おそらく飛行船が向かってるところだな。